岩泉線、岩泉線、岩泉線は、かつて、岩手県宮古市の萌一駅と、同県下平郡岩泉町にある、岩泉駅を結んでいた東日本旅客鉄道、JR 東日本の鉄道路線、地方交通線である。う一駅で山田線から分岐していた、第二次世界大戦中に、耐火レンガの原料となる、耐火粘土の輸送のために建設された路線で、 日本国有鉄道、国鉄時代に特定地方交通線、第二次廃止対象線区に選ばれいたが、並行する道路が整備されていなかったため、代替道路未整備を理由に、名称線と共に廃止対象から除外された。2010年7月31日に発生した土砂崩れによる脱線事故のため、以来全線で運休になっていたが、2012年3月30日に、 JR 東日本は鉄道での復旧を断念し、バスによって輸送を継続したいという方針を発表し、2013年11月8日に廃止届が提出され、2014年4月1日に廃止された。岩泉線の歴史は、1922年に交付された改正鉄道不設法の別表台発行に掲げる予定線として岩手検証。 鳥谷よりくず巻きを経て、ホロノ付近に、イタリル鉄道急落号付近より、分岐してもう一に、イタリル鉄道と規定されものに橋を発する。この予定線は、ホロノで、三陸海岸沿いに走る、別の予定線、岩手県九時より、小本を経て、宮古に、イタリル鉄道、別表第六号に接続するものであった。 この予定線は直ちに建設に着手される見込みはなかったが、第二次世界大戦に入ると、小本川上流で、耐火レンガの原料となる、耐火粘土が採掘されることから、これを輸送する路線として、山田線も一駅から浅内駅に至る鉄道路線が着工されることになった。この路線は、小本線と称し、まず1942年6月25日に、 もう一駅から岩手は稲井内駅までの区間が開業した。ついで、岩手は稲井内駅から、お四角駅までの区間も1944年7月20日に開業したが、この時点では、岩手は稲井内駅園の区間は、貨物輸送のみであった。その先も、浅内駅までの延長工事が進められていたが、第二次世界大戦中には開通せず、大火年度は作動によって、お四角駅まで運ばれていた。 また、木材輸送も行われていた。終戦後も工事は継続され、お四角トンネルが貫通した出口に、うつや駅を設け、1947年11月25日に、お四角駅からうつや駅までの区間の開業を。これと同時に、岩手はいない駅からうつや駅までの旅客営業も死している。ここで工事は一旦中断されるが、 国鉄が1952年から着工を開始した24線区の新線建設に、宇都屋駅から浅内駅までの区間も含まれており、1957年5月16日に浅内駅までが開業、同時に宇都屋駅は廃止された。ここで計画されていた区間は完成したことになったが、岩泉町は町の中心まで鉄道が来ないと意味がないとして、猛烈な建設運動を展開したという。 この結果、1961年5月には、浅内駅から小本駅、現在の岩泉小本駅までの区間が、調査線に指定され、1962年3月には、工事線に指定された。その後、1968年1月から、日本鉄道建設公団によって、浅内駅から岩泉駅までの区間が着工となり、1972年2月6日に、 岩泉駅までの区間が開業を、これと同時に路線名称を岩泉線に改称した。延伸区間は旅客扱い、手荷物、小荷物扱いを含むのみで、貨物営業はそれまでと同様に浅内駅までであった。岩泉駅までの延伸が行われた後、観光客の増加により利用者数は一時増加したものの1975年以降の輸送実績は、 毎年低落傾向となった。1980年に国鉄再建法が成立すると、沿線自治体や住民は、岩泉線の存続や小本駅までの区間の早期着工を求める運動を行ったが、岩泉線の輸送密度は、特定地方交通線の選定基準であった1977年度か1979年度までで、平均667人。 日しかなかったため、1982年には、第二次特定地方交通線に選定された。これを受けて、岩手県、新里村、岩泉町では、平行道路である国道340号が、バス代替道路として、適当化を検証するため、国鉄バスをチャーターして試走することになった。沿線住民の団体ではさらにバス四台をチャーター、して、この検証に加わったため、 1982年12月24日に行われた思想はバス5台と数台の乗用車で構成された大掛かりなものとなった。当時の国道340号は幅4メートル以下の未改良区間が続いておりトラックとのすれ違いに苦労したという。この結果から地元自治体はバス転換はできないと主張したが国鉄側は大体道路として 十分対応できると再確認した都市長、意見が対立することになった。岩手県では、1983年3月15日付で、運輸大臣宛に、岩泉線廃止反対の意見書を提出した。その後、運輸省でも、国道340号の現地調査を行った結果、1984年6月には、岩泉線を含む6路線については廃止人を保留とし、 1985年8月には、岩泉線と名称線については、承認先送りとすることを決定。国鉄も岩泉線の廃止承認申請を取り下げることになった。これで岩泉線は存続されることが決まった。その後、1986年のダイヤ改正では、運行本数が削減され、これによって、新里村内での通学手段が奪われることになった。 ため、その代替として、岩手県北自動車が、同年3月3日よりも市からはいなまでのに、路線バスの運行を開始した。また、1992年に日中に運行する列車がなくなった際には、岩泉の島地と岩手大川駅を結ぶバスの運行が、岩泉自動車運輸によって開始されている。しかし、その後も利用者数の減少は続いた。 1995年時点での岩泉線の沿線人口は2万人程度で、この時期の岩泉線の1日の利用者数はわずか186人程度と、鉄道の輸送人員とは思えない数字ともされる、始末で1日 1km あたりの平均輸送密度は1994年時点で94人、日というありさまであった。また、この時点で岩泉から、 森岡市までは JR バス東北、JR バス東北と岩手県交通の共同運により、早坂高原線が2時間27分で結んでおり、岩泉から宮古市まででも JR バス、陸中海岸線と三陸鉄道を乗り継げば1時間圏内であり、岩泉線の恩恵があるのは岩泉町でも岩手大川駅近辺の地区のみあった。 1995年になって JR 東日本盛岡支社では沿線自治体に対して岩泉線の今後を考える勉強会を申し入れた JR では一方的に廃止とは述べていなかったが沿線自治体ではこれを廃止通告と受け止めさらに山田線の損廃問題に関わることを警戒し 宮古広域圏鉄道対策協議会を設立した上で JR 東日本に対してダイヤ改善やスピード案などの要望書を提出した。1996年には JR 東日本から第三セクターへの転換提案などが行われた。1997年には沿線住民の団体が大型観光バスをチャーターして国道340号を走行し、 安全性に問題ありと表明した。その後も輸送人員は減少し、2009年度の輸送密度は46人、日にまで落ち込んでいた。これは JR 東日本の在来線、全67線は元より、JR グループ全路線、また、私鉄、第三セクター鉄道を含めた全鉄道路線の中でも最下位となる数字であった。なお、 岩泉駅小本駅、現在の岩泉小本駅間の陸中海岸線は、2003年4月1日に、JR バス、東北岩泉営業所と同時に廃止され、岩泉自動車運輸が運行を担当する、岩泉町民バスへ移管された。2010年7月31日に、お四角駅岩手大川駅間のもうち駅起点 23.965km 地点で、 土砂崩れによる脱線事故が起き、詳細は岩泉線列車脱線事故を参照以来、岩泉線は長期にわたり運休が続いた。2012年3月30日、JR 東日本から岩泉線の復旧を断念し、バスによって輸送を継続したいという方針が発表された。これに対し、復旧費用が圧縮できるとする岩手県側と、 あくまで廃止とする J 側との隔たりが大きく協議は難航。2013年9月5日には JR 東日本が廃止を正式伝達したが、自治体側は依然として存続を要求していた。その後、同月9日に JR 東日本が国道340号を四角峠の道路改良に協力することを提案し、岩手県がお四角峠の道路改良を検討。 この段階では、損廃問題とは切り離して考えるとしていたが、後に、岩手県が岩泉線の廃線が避けられない場合、お四角峠の道路改良を行うために岩泉線のお四角トンネルを利用する方針を示し、同年11月中に、宮古市岩泉町がこの方針を受け入れる方向で、最終正が進められていた。同月7日、 岩泉線を廃止することで、JR 東日本、岩手県、宮古市、岩泉町が合意し、翌8日、国土交通省に廃止届が提出された。2013年12月19日に県庁主が行われた結果、廃止日の2014年4月1日への繰り上げが認められ、廃止日を繰り上げる届出が2014年1月8日に国土交通省へ提出された。 1987年4月の JR 東日本発足以降における、同社管内での廃線は、第三セクター鉄道へ転換された路線を除けば、1997年10月1日の、新越本線横川駅軽井沢駅間、以来2例目で、同一線区の全線での廃止は同様の事例を、除けば、同社発足以来初めてとなった。なお、廃止セレモニーは行われなかった。 廃止後は、岩泉町に、本社のある東日本交通による路線バスに引き継がれた。開業当時は1日後往復が運行されており、すべて混合列車であった。その後1945年1月頃の時刻表では、1往復が運休となり、さらに1947年3月には1日3往復に減便されているが、1952年には1日、 ご往復に戻された。1961年2月から起動車の導入が開始され、1963年2月には全ての旅客列車が起動車化され、所要時間は1時間半から50分前後に短縮された。旅客列車の起動車化と同時に、貨物列車は2往復が設定された。その後しばらくはこの状態が続いたが、貨物列車は 次第に運休が多くなり、1976年以降は、一往復に減便され、1982年11月15日に廃止された。なお、1982年11月15日ダイヤ改正では、岩泉線から山田線経由で森岡方面への連絡を全く考慮しないようなダイヤとなり、沿線住民の不評を買ったという。なお、 開始時期は不明であるが、下り岩泉駅行きの編成の一部を、岩手は稲井内駅で切り離し、山田線津軽石駅行きの上り列車が一本、設定されている。1986年3月のダイヤ改正では、効率化を図る目的で、全線を走る列車は3往復に減便となり、岩手は稲井内駅で折り返す列車が1往復設定された。その後、日中に、 臨時列車が一本設定され、1988年には定期列車として設定されたが、1992年3月のダイヤ改正で廃止されている。全線を通じて途中駅の交換設備が廃止されて、全線が一閉塞になったため、増便が不可能になった。2010年7月31日に土砂崩れによる脱線事故が発生し、 以来全線運休となった。同年8月2日からは1日4往復の大港バスが運行開始された。大港バスは当初四角駅、二松木駅を通過していたが、8月17日からは最寄り国道上に仮設の停留所が設置され停車している。また、一部の便が都駅発着となった。大港バスは2012年3月17日の ダイヤ改正時点で以下の通り設定された。2014年4月1日から運行される、東日本交通の代替路線バスは、もいち駅と岩泉病院を結び、もいち駅発岩泉病院行きが1日4本、岩泉病院運発、もいち駅が1日3本、わいない発、もいち駅行きが1本運行され、うつやと、朝内の間には、フリー乗降区間が設定される。 宇都谷駅まで開業していた1955年度の輸送状況は旅客輸送量が約51万7000人貨物輸送量は約14万4 0トンとなっていた最大の旅客輸送量を記録したのは岩泉まで全通した後の1975年度で約61万7 0人であったその後現象の一途をたどり 国鉄分割民営化から少し後の1989年度では11万8000人だったものが1995年の実績では8万9000人にまで落ち込んだ貨物輸送量が最も多かったのは1960年度で約18万トンの輸送量があったが貨物輸送が廃止される前年の1981年度時点では1万7000トンであった 2004年度以降の輸送密度、平均通過人員。2013年、年間の運賃収入は、わずか300万円だった。なお、JR 東日本が2012年3月に発表した、岩泉線、もいち岩泉についてには、JR 発足時の1987年度から2009年度、2012年7月に発表した、岩泉線、もいち岩泉についてには、 国鉄時代の172年度から2009年度の輸送密度平均通貨人員が掲載されている。開業当時は客車と貨車を同時に連結した混合列車で宮古機関区の C58 形状機機関車が使用されていたと考えられている。1961年2月から機動車が導入されており、1983年時点では、 すべて駆動用エンジンを2機搭載した森岡客下車区のキハ52型が用いられた。その後、1990年代には森岡客車区のキハ52系単行かキハ58系も含めた2両編成で運行された。その後、2007年に水軍船から転用された森岡車両センターのキハ110系100番台に置き換えられた。なお、使用車両に関わらず、 ワンマン運転は実施されていなかった。全線が森岡市社の管轄である。全列車、普通列車、すべての駅に停車、全駅とも岩手県内に所在。1983年時点で列車交換、行き違いが可能な駅は岩手はいない駅と阿佐内駅で駅員が配置されている駅もこの2駅だったが、貨物列車廃止後は、 岩泉線内での列車交換は行われていなかった。1986年の現日に以降、線内に交換可能な駅はなくなり、全線が一閉塞区間となっていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。